アウトドアチャンネルにようこそ、まさにでございます。さあ今日はですね、僕の趣味の一つでもある古着屋巡り動画を作っていこうと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。さあ今日行くところはですね、愛知県の名古屋の、大須の商店街というところに行こうと思っております。まあ、古着好きの中では、まあ、大須商店街は古着の、まあ、楽園、古着天国、などと言われております。古着屋さんも、まあ、めちゃくちゃ多くて、で、まあ、歩いて、まあ、何軒も、はしごできるので、今日はまあ、いつも行く古着屋さんをちょっと巡ろうかなと思っております。まあ、その大須商店街、まあ、僕自身年間、まあ、数回古着を漁りに行くので、まあ、今日はまあ、いつも行くショップだったり、あとは、まあ、事前に古着好きの後輩におすすめの古着屋さんを聞いたら、もうめちゃくちゃ教えてくれたので、まあ、そのね、教えてもらった古着屋さんも、巡ろうかなと思っております。で、今日は暑いので、前回前々回と古着屋さん行った動画、皆さんもうご視聴されましたか？富山の古着屋さんを巡った動画が2本、出ているので、まあ、そちらもご覧いただきたいんですけど、夏なのに長袖のシャツを買うという、まあ、暴挙に出たわけですよ、私は。なので今日はさすがに T シャツ狙いかなと思っております。どうなるか分かんないですけど、まあ見てから、決めようかなと思ってるんですけど、まあ、最近こうヴィンテージのデニムだったり、まあ、ヴィンテージのシャツだってちょっと買いすぎてるので、まあ T シャツ何枚か買うぐらいにしようかなと思っておりますが、まだ分かりません。まあ、最後、動画の最後に、僕が何を買ったかちょっと紹介しようと思ってますので、僕が何を買ったか気になる方は動画最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではまだまだ移動が続きますので、しばし移動です。さあやってまいりました。今、車をパーキングに停めて大須商店街にやってきました。今から古着屋さんを巡ろうかなと思っております。いや、一応僕の今日のマサニーの今日のコーディネート行きましょうか。まあ、T シャツ、じゃあバットマンの80年代の T シャツですね。赤のボディに、ね、なかなか可愛いプリントで結構気に入ってます。で、デニムは、リーの200番ですね。はい、リーです。で、靴は、はい、黄色のチャックテラ。今日はこんな感じで行こうと思っております。さて行きましょうか。
スナップマガジンのスナップ撮影。スナップ撮影。はい。さあ今古着屋を、まあ、巡ってたらですね、あの大須のなんかスナップ撮影頼まれて、ちょっと、20分ぐらい撮影してました。で今今日気温が最高気温32度とか3度なんですけど、まあ、暑いんでちょっと缶コーヒー飲んで休憩しようかなと思っております。で結構今何軒だ、まあ、何軒か回ってきたんですけど、やっぱいいっすね、古着屋巡り楽しいですよ本当にね。まあ本当今日は、T シャツを中心に見てるんですけど、もう何枚かいい T シャツ、まあ、見つけたんですけど、まだちょっと回りたいので、まあ、まだ何も買ってはおりません。でまだまだ、まあ、古着屋巡り続いていきますので、お付き合いください。イワン・マクレガーでやと思ったんですけどね。何でしたっけ、ランディ？ちょっと乗ってますよね。ランディ・トラビス。この T シャツかっこいいな。これも買わせていただくんで。さあ今ワイスさん、ワイスさんで、買い物してきました。めちゃくちゃいいオーナーさんだった。なんかまあ僕も海外旅行好きなんですけど、オーナーさんも海外旅行好きだったみたいで、結構、3、40分話し込んじゃいましたね。でかっこいい T シャツも買わせていただきました。でまだ欲しいなと思った T シャツがあるので、まあ、今からまたちょっと回ろうかなと思ってるんですが、今、6時回ったんで夕方の、ここでちょっと飯食ってから、飯食った後また、買い物に戻ろうかなと思います。まあ、ちょっと売れちゃってたら買えないんですけど、まあ、それはそれで、まあ、出会いなんで、今からちょっとご飯食べに行きましょう。さてと、
で今日本当は味仙っていう中華料理屋さんに行こうと思ったんですけど、むっちゃ並んでて人が、なので適当にその辺のご飯屋さん入ってご飯食べようかなと思ってます。で中華食べる予定だったんで、もう口が中華の口なんで、とりあえず見つけた中華屋さん入ってなんか辛いラーメンぶち込みます。はい、これ超辛口豚骨台湾ラーメン、はい、と焼き餃子、はい、でお願いします。ありがとうございます。はい、上手です。熱い。さあ今ご飯食べて、でじゃファーマーズさんに一旦戻って欲しい T シャツを購入して参りました。ということで今日の、今回の、大須の古着屋巡り、これにて終了ということになります。で今から帰って、何を買ったか発表しようかなと思っております。じゃあ2時間半かけて頑張って帰ります。ということで、帰ってきました。まあ、移動で、まあ、片道2時間半でございますね。で、大須の商店街を回ってたのが多分、まあ、5時間ぐらいかな。まあ、がっつり1日、買い物してきました。で、今回は、T シャツを2点買ってきました。最初に言った通り、T シャツですね、今回は。今回はね、まあ今日の気温もすごく暑かったので、さすがにジャケットとかもう試着もしてないです。長袖を着てないです今日は。じゃあ早速、紹介していこうと思います。で今から、まあ、実際に着てみて、紹介しようかなと思っております。さあということで購入品まず1つ目、このファーマーズさんで購入させていただきました。こちらは、70年代のチャンピオンの、T シャツでございます。この色最高じゃないですか。今日はね、僕チャックテイラーの黄色のスニーカー履いてたんで、これ着た瞬間バチッときましたね。これはちょっとラグランになってて、ラグランね。でこの腕の周りのこの白のラインで、これもね、黄色のチャックテイラーと相まってめちゃくちゃかっこよくて、もう着た瞬間、あ、これ買いますって言いましたね。でこれ、まあ、文字書いてあるんですけど、僕額がないんで何て書いてあるかわかんないです。これ誰かちょっとコメントなんで、こういう意味だよっていうのあったら、教えてください。ちょっと僕が額がなさすぎて全然わかんないです。でこれはやっぱ黄色の発色がかなりいいので、まあ、1枚で着て、で、まあ、今日はヴィンテージのデニム履いてるんですけど、まあ、めちゃくちゃ相性がいいかなと思います。でこれもね70年代なんで、まあ、結構古い、まあ、ヴィンテージの T シャツなんですけど、まあ、かなり値段も安かったですね。全体的に大須値段安いですね。かなり安く買えたので、まあ今年の夏はこれガシガシ着ていこうかなというところでございます。まあ、1点目は、チャンピオンの70年代の黄色の T シャツでございました。
さあ購入品2点目こちらでございます。ワイスさんで購入させていただきました。こちら、1990年ジャストですねのランディ・トラビスという、まあカントリーのアーティストさんなんですけど、まあ、僕ちょっと勉強不足で全然わからない人だったんですけど、これ最初見た時にこの顔、これ見てください。これ誰かに似てません？これ僕イワン・マクレガーかと思って、なんでまあイワン・マクレガーはまあハリウッドの俳優さんなんですけど、ムービーティーかなと思って、わかっこいいなって手に取ったら、ん？ランディ・トラビスって何？そんな映画ねえだと思って、でそのオーナーさん店員さんに聞いたんですけど、そうだよね、こうそう、あのイワン・マクレガーに見えるよねって話になって、でそこでオーナーさんも調べたみたいで、まあ、ランディ・トラビスっていうカントリーの、まあ、現在も活躍されてて、まあ、結構もうお年は召してるんですけど、まあ、そういうカントリーの歌手なんだよっていう。で日本ではまあそんな、まあ、僕も全然知らなかったのでそこまで有名ではないかもしれないんですけど、まあ、アメリカで活躍されているカントリーのアーティストさんだそうです。でこれはねちょっと僕の中ではでかいんですよね。これサイズが XL、 丈長いでしょ、丈長いんですよ。僕この着方あんましないんですけど、ただねこのプリントにやられちゃいましたね。うん、でまあ袖ちょっとまくってまくり上げて、でまあ丈も長いんですけど、まあ、タックインとか、まあ、あんましないんですけど、まあ、結構やってみてもかっこいいかなと思うので、まあタックインはしないかな、僕はこんな感じで着るかな。これでもいいでしょ、1枚でざっくり着て1枚でかっこいいという。えちゃんとこうコピーライトも入ってますから、1990年、これかっこいいよ。いやね、このワイスさんの、まあ、オーナーさんがめちゃくちゃいい人だった。うん、まあ、海外旅行の、うん、お話もできたし、まあ、また大須に行ったら遊びに行きたいなというお店でございました。まあ、今回行ったお店はもう有名店だったり人気店なので、まあ、本当に全部のお店良、かったので、まあ、僕の動画が、まあ、皆さんのこう古着屋巡りの、参考になれば、まあ、なればと思っておりますので、まあ、これからもねこういう、まあ、古着屋巡りの動画、まあ、ちょこちょこ上げていこうかなと思いますので、ぜひご期待くださいということで、今日はね、今も12時なんですよ、夜の。疲れましたね。まず運転が長いよ。まあ、行ったのは俺なんでね、仕方ないんですけど。で、まあちょっと今、収録もね、これが今一番最後のパートなんで、これが終わったら、シャワー浴びて、ビール飲んで寝ます。はい。それでは、今回の動画は、これで以上となりますので、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。